マリチャンネルです。パワープルプレイやっていきます。今回は、中継ぎのコントロール131設計ですね。いきたいと思います。猿、そして、ソードリー、キジッタ、五条先生、明神で、大神入れて、進むと、あとはルミナですね。これで、131のスタミナも106組める編成になってます。で、思考の中継ぎですね。まあ、しっかりと作っていけたらいいかなって感じです。センス、そして、アロマグッズ、お守り、招き。で、初期値こんな感じですね。22なんで結構技術精神頑張りたい。さあ、頼むよ。マジで。まずは初手。どっちに。おお、4人はでかいわ。割とありがたいわ。で、休みまして。今回は仙台からですね。仙台でも、あっちでも、ほんと、どっちでもいいんだけど、とにかく、その後のね、あ、どうしよう。これ3、いやー、まあ3行くか。結構3だとね、その次が変な数字出るとおかしな展開になったりするんで、特性でいらねー。頼む！あー、微妙。悪くはないけど。もうちょっと進行形とかがね、やっぱね、この1手目は出ないとなかなか、厳しいなという印象はありますね。6ですね。はい。6じゃないとゴール圏内入らないからね。うん。お昼寝特性霊はまあ両方とも一応温存はできました。キジタ評価上げて次に参りましょう。大阪か、ちょっと遠いな。ちょっとっていうか、だいぶ遠いな。だいぶ、これは、遠さありますね。30あるかな、下手したら。30あるな、多分。うん、ですよね。36とかなんだけど。いや、これ結構困りましたね。10で黄色を狙うか10で黄色を狙ってもいいけどなっていうぐらい遠い。とにかく遠いな。進行形ください、お願いなんで。はあ、まあ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 。お！ありがとう！これで救われましたね、完全に。さあ、今のボールは何ですか？うん、これは助かりましたね、マジで。26。一気に24は進めます。もしくは24の方がいいかな。もしくは6進んでおいてっていう感じでもいい。そうですね、6進んで、まあ、ゴールが一番丸そうな感じもしますし、ちょっと筋力集めつつ移動すれば一応買い占め自体もできないことはないのでって感じかな。まあ、そんな急がないか。24。21、22、23、24。残り2がね、出るかわかんないんですよね、正直。2は。今だいぶ怪しいね。ここは青でしっかりと取っておきましょう。うん。五条先生あと1回ですね。多分これで、まあ、いけるんじゃないかなと思って。おお、めちゃくちゃ強い。それは、いいんじゃないですか。今回は、あれが、ないので、コントロールのコツないので、まあ、ババッと振って。それ、18か。告白は来ない。で、今回はあれがないので、結構、カロリーバーないんでね。まあ割とこういうのを踏んでいかないといけないのもあったりはしますね。昼寝でいいか。
昼寝行ってコントロールか。とりあえずお昼寝使おうか。で、コントロールでいいっすかね。大阪は精神も600一応いるのか。あんまりバカスか使えないですね。そうなると。で、大神走りました。結果で証明。残り13か。あ、いいんじゃないですか。ここは黄色でカードをもらいましょう。で、エンマは吹っ飛ばしておきます。300くらいは入るかな。お、ナイス。それは話がだいぶいい方向に行きましたね、これは。あー、ダメか。しかも技術か。まあ、最終的には技術の方が嬉しいんですけど、ちょっとまあ、それは今はいらんかったかな。5か。2が出ねえんだよな。2が出る確率は相当低いんですよね。デッキ的には。とりあえずまあ、しょうがないんでいきますけど。カードも欲しいしね。僕進めるカード。さあ、よー、ナイス。2位出たわ。で、30マスの虎に翼なので、600点ぐらい出る感じかな。多分。僕が間違ってなければ。低め、重い球。リリース。ジャイロ、勝ち。600点、本当に出る？マジで、外したら笑い物なんですが。600点ぐらい出るよな。300。もうちょっと出るかな。このぐらい、まあ600点ぐらいいいか、これで。はい。クイック。クイックっていうか、この辺取るか。この辺取っていいよね。まあ、十分すぎるぐらいあるでしょ。はい。よし、いいんじゃない？いろいろと、動作をしましたが。ナイス。ほっ。いやー、新潟遠い。とりあえず、変えたには変えた。はい。うん。新幹線温存できたんで、まあ、距離としては、まあ、いけるのかなーって感じですね。ナイス。トラツバやっぱ強いわ。これが1枚出る出ないで。お、30ちょうど。いいですね。エンマがめちゃくちゃ近いですと。6進んで24行けば勝てるし、もしくは今6出てればと思ったけど出てないですね。今6出てればってちょっとだけ思ったんですけど、出てないですね。ね、困ったな、これ。どうしよっかな。ぶっ飛びますか。あー、どうしよう。だからなんか6って青だったりしない？それだったらちょっと行きたい。違いますね。違いますね。タラレバ振って、もういいんですが、6がそもそもいいカードのマスじゃないな。っていうことまで考えると。はい。40マス。青。いやー、そこは青になっとけ。うん、しょうがないんで、ここは岡山を買いましょう。おお、危ねえ。変なとこ押しそうになった。ムービングファーストを取りつつ、ちょっとここ上げつつ、来つつ、岡山って使わないね。変化と。新潟なんだよな。ちょっともったいねえんだよな。まあ、しょうがないか。行くとこないしね。はい。これで。とりあえずここは会社に OK。もうゴールしてほしいな、逆に。遠慮しておきます。三井一徹、ゴールドカード入りました。ちょっとまあエンマ、マジでゴールしてほしいですね、逆に。逆にもう、全然どうぞっていう感じなんですけど。精密機械取り、で、ゴールド使い、ドクター K 取り、35。うわ！すんよ！マジこれ、やば。じゃこりゃ。これ、乾燥してますね、筋力が。筋力が乾燥とか初めて見たわ。すんげ。
760点入ってんだ。しかも意味わからんわ。11スタミナで1振って終わりかな。すげえ、えぐ。いやもうこれ1回のゴールに匹敵しますね。全然めちゃくちゃありがてえわ。お、いいじゃん、特急ゴールド。特製でしてよっかな。新幹線を切られるのが一番痛いんだよな。新幹線を守るために、まあ、ゴールされてね。いや、しとけー。ゴールしとけー。参考になるかも。31。うん。京都ちょっと変えますね。京都だと25。赤か。ああ、京都でいいんじゃない？このカード使います。で、京都さんはですね、筋力と、まあ、全体的にポイント使う感じなので、寄っちゃっていいかな。ちょっと早く、エンマゴールして。はい。うん、どうせ、勝てないんで、早くしてください。よし。あ、ナイス。いやー、京都おるわ。はい、特製で OK。これはね、完全に、読み勝ちですね。ただ、強度0マスなんで、それはちょっと痛かったですね。名古屋寄りから、もしくはスタミナかな？名古屋寄んなくてもいいよね。名古屋さっき寄ってないのか。京都もう、京都もう一回寄るポイントを考えなきゃいけなくて、変化と筋力足りてますね。変化筋力足りてんのか。じゃあ名古屋止まっとくか。精神980。まあこの辺の処理が結構難しかったりはするけど、やっぱ黄色かな。なんとかなりそうだしね。まあ大丈夫でしょう。はい、ナイスですね。進行形かなり集まってきた。ちょっと頼むから早く乾燥してくれ。先に。かぶんないで。かぶりはもういいです。高く。で、回復入って4でゴール。素晴らしいですね。これはもうなんの。エンマが30離れてたら300入ってくる感じなんだよね、これ多分。エンマはですね、27かな？ちょうど離れてないですね。残念ながら。で、ポイントとしては、560、420なので、まあまあ使える感じか。こんなもんでいいか？まあそんなに、240、もうちょい筋力が振るか。はい。で、はい。よし、いいんじゃない。これはちょっとナイス切り返しでしたね。うまいこと、やったような気がします。あー、鹿児島、そして彼女まだできてない気がする。キジタ。いや、やばい。キジタ来ねー。そう、キジタの、イベント完走が大丈夫かなっていうのがすごい強いので、完走してほしいんですけど。20、18、15か。20、20、20。ダメか。黄色系は、まあ、難しそうですね。15だと黄色か。20でも黄色っすね。新幹線使っちゃうか。で、鹿児島はまあ、なんとでもなると思うので、ポイント使ってもね、ちょっとまあ、振りつつ。問題は、いやー、どうなんだろうなー、キジタ、マジで。寄ってきて、寄ってきて、キジタ先生、寄ってきてください。マジで。たらればキジタ。おーいー、イベント起きないやん。そもそもイベントが起きないな。で、6は出てない。まあ、ここは、たらればで、パパッといけると思うんで。
いけないんかい。ちょっと驚きだな。わ、ひど。ちょっとこれは虎に翼もらわないと。お昼にいらん。いやー、ちょっと今の痛いなー。そして、キジだか？キジだ。キジだ。キジ！おーい！マジこれ、すごいね。強っ。意外とどころかめちゃくちゃ強いわ。で、鹿児島なんで、160ちょい。まあ、相当安いですね。お安く買える。伸び切れ。伸び取っちゃうか。半球。精神系、なんか取りたいな。もういいか。筋力落としてスタミナですね。で、まあ、300点以上は入ってくるか、普通に。こんなもんでいいでしょう。はい。はい、危な。ちょっと、キジタ頼むよ。自動デートが。まあ、後ろに回ってくれる分にはありがたいのかもしれんけど。おー、静岡遠いよー。これ、ワンチャン、減ってけない。ないか。お昼ねー。いやー、お昼寝切るか。いや、たらればきろ。うん。エンマめちゃくちゃ近い。西カードは欲しい。お昼寝切る。結局切るんかーい。てか、あれですね。38で不景気なんで、まあ、ゴールしなくてもいいかな。逆にいい休養になりそうですね。博多行きてえな。内視は鉄的するかもしんないけど、こいつ。こやつ。鉄的の可能性は全然ありますね。はい。お昼寝切んない方が良かったかな。うん、ぶっ飛びいいね。おー、新幹線すごいこれ。カード、えぐいですね。西、いらんかな、今。西切っちゃおうか。うん。話し方を丁寧にして、これ回復なかったよね。回復なんかあったよねぐらいの、あれなんだけど。大神ね。結構大神は選択肢がね、広いというか、まあ好きな時に好きなのを選べるっていうのが、いいところですね。早くゴールしてくれていいんだけど、強心臓入りました。ピンチないけど、これはもう取るしかないですね。かぶるんで。博多買えないじゃん。強心臓買ったせいか今。これはやられたな。しょうがねえっちゃしょうがねえけど、ぶっ飛んじゃうか。21なんで、3いけばうまいこと特急ゴール圏内って感じか。で、いいんじゃないですかね。まあ、最悪。どっちでもいいんで。不景気だし。お、冬眠カード、いいですね。冬眠してもらうか。それは困ったわ。特急1枚切ります。おわーい、結局かい。名古屋。おーい。物件売られていく。24。エンマの方は残り6ですね。なので、まあ、エンマを冬眠させて、で、ゴールにゆっくり近づいていく感じでいいか。っていうか、マジで、彼女まだ。彼女、まだですかね。ちょっとやばいですね。たられば。カードはね、めちゃくちゃ充実してるんですよね。ようやく来ました。はい。やめてー。不眠症なんなかった。オッケー。東京で買えるだけ買っとくか。で、いいよね。うん。で、次以降ゴールを狙う感じでいいと思います。よし、いいね。五条線。あ、そうか。次のこともあるから技術はちょっと置いとこう。はい。で、ここは玉持ち技術で。うん、いいんじゃない？ OK。
まあまあまあ、ちょっとセクニの経験点が少ない感じですが、いやいやね。もうちょっと欲しいけど、いいでしょう。さあ、経済ニュースが明るくなりました。なんか、マス目、微妙だな。8。超微妙じゃないこれ。困ったんだけど。困りましたね。エンマは寝てくれてるんだけど、タラレバー使うしかないか。こう使うと残り9で一応ゴール圏内に飛び込めるかな。うん、それでいいかな。はい。で、ここは5行きますって話と、ちょっとアロマで。まあ、次バレンタインなんで使わなくてもよかったかもしれないですけど。ゴールドカード。これで、青全部いった感じかな。ゴールド、はい、即興プライド入りました。弱え。ここそんな急がんでもいいでしょ。普通に筋力入れて、で、名古屋か。さっき、寄ってないな、多分な。精神が980。まあ、それだけ気をつけていけば大丈夫って感じか。精神980。はいはい。はい。まあ、なんとかなるでしょう。で、次6でゴールしたい。で、静岡海。うん。で、しっかりゴールいけました。で、200ちょいでしょ。980。なんか、しっかりとしたポイントがいくらっていうのがわからないので、もうこれぐらいで、やめといた方がいいかなって感じはありますね。200。まあ、200、これはいけるでしょ。で、筋力、ちょっとさばこうかな。210ぐらいは入るでしょ。はい、で、行きましょう。まあ、いいでしょう。これで。はい。で、名古屋をサクッと買い占めましょう。240。はい。函館遠いです。で、これをすべて処理しまして、あとは次函館。うん、出さしいいですね。273。投資で技術かな。39、遠い。特急2枚。静岡買い占めいけますね。せっかくですし、行きますかって感じですね。静岡のゴールかな？なんか、まだなってない気もするが。肘の爆弾。とりあえずこれで OK で。場所外、ちょっとタイミングよって感じですが、やばいのまた入りましたね。とんでもないんだけど、これ2回目は。え？同じサクセスだよね。サクセスしすぎててちょっとわかんないんですけど。これ多分2回目よね。やば。えぐいです。はい。999ですね。技術、精神。まあ、両方ともって感じか。はいはいはい。まあ、これで振るのと、あとはこれで振るのと。両方ともか、すごいね。恐ろしいことになってますね。これであとスタミナでいいかな。もうちょっとうまく振りたいですけど、まあ、いいかな。なんか、あれば。先制ストライクちょうどいい。取ろ。えぐ。これは、ありがたいですね。普通に。で、残り30。好景気も相まってか、やば。好景気のゴールができるかどうかかなり怪しいんですけど、まあ、これはかなりでかいです。うん。こういう時に、キジタが頑張ってくれないと正直ねえねえって感じですね。わ、1位。1はいかんな。いや、1はいただけないですね。ちょっと。わ、1はいかんね。
12進んで、特急で。特急で12進んで、新潟かしかも。うわぁ、12進んで、体力持つかなぁ。マジで、キジタのデート次第になっちゃうなこれ。このターンはギリギリ持つかもしれないんですけど、その後ですね。函館か、そして。函館ね。いや、これ持つかな。かなり厳しいかも。いや、危な。普通に進んでしまった。特急カード使おうと思ったのに。絶好調。場所替えカード。これは完全にやりましたね。完全にやりましたね。体力足んねえ。そして来ねえ。思考のリリーバー。まあ、ちょっとこの残りターンでしっかりとゴールはできるようには動きたいですね。ゼロゴールはさすがにありえないんで。あ、いいね。これで、20かな進んで。まあ20進むしかないね。20進むか、15、いや、無理ですね。はい、20進みましょう。これは、まあ、ゴールは行きたいんで、確実に。スタミナフリー。まあ、ここが一番大事ですけどね。ちょっと、どこだ？函館？函館は400点あればいける。あ、全然余裕でいけるでしょ。よし、次、6、これは意地でも頼むよ。マジで。40、OK です。てか、全然回復入ってこない。よし。さすがにな。ここはな。慎重にね。スタミナ踏みたいけど。これ30マス離れの後継機なんで、多分500点ぐらいは入ってくるのかなとは思って。おります。はい、中津思考のリリーバー重っ。意外と重いな。まあでも言うてあれよね、別に函館ごときみたいなとこあるけどね。さすがにもう1球種は覚える感じか。まあ大丈夫でしょう。使いすぎポイント。あ、やは横浜。ゴールがね、ちょっと厳しいですね。はい。OK。場所替えできるか。ゴールしないで。ナイス。これはちょっと残念でしたが、しょうがないっちゃしょうがないんで。で、場所替えします。でゴールします。ナイス。これをねもう1ターン早くやれてたらねだいぶ違ったんですけど。30は離れてないんでこれでいいでしょう。はい、よし、いいね。まあこれは悪くないですね。東京そろそろゴールにならないかな。博多遠い。博多とか行っとる場合じゃないんだ。筋力買いたいですね。ちょっと無理して買っときます。でも精神買ってないから意味ないのかな。36なんだけど、36なんだけど、特急で18だと黄色っぽいか。サクッといきましょう。黄色、技術精神、いいですね。技術精神いいですね。はい、技術もうちょっと欲しいな。博多ってなんか触ってなかったかな、僕。気のせいかな。準急カード。よし、記事いか。博多か。いいですね。これは強いですね。3で15残るし、博多か。博多は買ってないっすね。もうちょっと人いたら最高だったね。いいんじゃない？縛り。やめてー。
まだ残っとったんかーいって感じ。15いけるかな。博多入れときたいですよね、できればっていう感じなので、これはゴールしましょう。スタミナか。30マスは横浜からなんで離れて取ったよなって話と、博多か。博多700点か。ちょっと厳しいね。300ちょいだと思うんで、あんまりは触れない。スタミナあれですが、振りましょうか。クロスファイヤー。300ちょいやろうな。こんなもん。函館、博多、680、700、こんなもんか。はいはい。うん、まあ、まあ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 、筋力のタックがえぐいの入ったから、なんとかなんとか、それで帳尻を合わせてほしいところですが、よしよし、いいんじゃない。ゴールドカード入りました。うん、やる気上げてくんないかな。一応 OK、 一応まあ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 、なんとか踏ん張ってるかな。うん、少しずつ伸びてきたけど、もうちょい欲しいか。点数2648か。新幹線入りまして、一発ゴールは無理でしたね。ゴールド入れる、ギアチェンジ OK で11だからな。まあ、広島買ってっていう感じの流れかな。まあ、岡山なんで影響はそんなにないはずなので大丈夫だと思います。影響ないよね。あ、ないね。影響はさほどなし。筋力はまあ別に振らんでもいいでしょう、ね。うん。いいんじゃないですか？見しめ。で、これはコンピューターに任せちゃいましょう。さてさて。毒系と星ぐらい取っとくか。手応えとかもいいのかもしれんが。これこんなもんでいいか。はい。頼む！勝って！くれ！いや、まあ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 いいでしょう。はい、ということで。で、まだ多分東京と札幌なんか、その辺終わって、おーい。4あるよな。ある。はい、大丈夫や。あるわ。準急使いましてゴールですね。岡山返し見てんのか、そうそう。うん、ここは変化球でよくて、まあちょいっと入ってくるんで振って、全振りはしなくていいね。はい。あ、いいんじゃない ?OK。問題は、いや、マジで残ってんな。いや、青森か。確かにゴールしないわ。距離が遠くて辛いです。うん。で、エンマが、残り15。場所替えしてもいいんだけど。スエ、え、これ青になんないマジで。エンマと場所替えしたら、2、4、わぁ。4、4、4、4? あ、6なんだなぁ、なぜか。なぜか6なんだなぁ。彼女がいるから6ですね。黄色をもらってからか、じゃあ。それが新幹線で24進むと27、26、25。ちょうど青だな。ちょうど青ではあるな。ゆかりではないけど。青で経験点結構入りますね。ただまあ次以降のゴール考えるとな。しかも筋力ポイント別に今いらねえしな。ははは。いろいろ考えなきゃいけないから難しいですよね。
なんだっけ、青森か。これで普通に踏みます。でまあもうちょっとエンマに近づいてもらって、それで入れ替えで、はい、福引きいらねえ。お、マジ、それはうまいじゃん。残り8、6進めればあるので、まあ2でもいいのかな。強いじゃん。これはここ行きたいか。さすがに強いですねっていう話と、福引きしたい。青森は600変化あればいけますと。なんでまあ割と使っても大丈夫。いい、次ゴー頼むぜ。あとはゴールもう一回したいな。東京市とはいらねえ。東京ゴールしてないからな絶対。ちょっとつもうしん。お昼寝は欲しいですね。はい、ゴールちゃんと入れました。福引き使いつつですね。筋力いらねえな。筋力変化がいらないかな。いやそんなことないな。そんなことないで、ちょっとあんまり焦んない方がいいなこれ。30離れとったよな。広島ぐらいから来たもんね。まあこのもんでいいかな。もうちょい使えるか。首引き使って、これでゴールか。精神すげえ、めちゃくちゃ入ったな。625、300ちょいなんで、まあ、これで大丈夫かな。よし、東京まだかなって感じですが、はい、東京は完全にまだかなって思ってたんで、絶対ゴールしたいよね。いやー、場所替えで14、もしくは新幹線で5が出てればゴールできますね。一瞬でしてもいいけど、その次のゴールはちょっと厳しいのかな。なんか場所次第か。まあ行っちゃうかこれ。場所次第だけどマジで。てか買い占めできるのか、そもそも東京。これ次第でもあるな。あ、いけますね。技術が560あればいけるみたいですね。じゃあいけるか。経験点も入ってくるしね、これ。速球対抗心とか取るか。いいでしょ、筋力余っとるし。バランスをまあ見ながらでいいと思うんで。これでいくか。新幹線使っちゃいます。まあ次のゴールちょっと怪しいですけど。まあまあいいでしょう。よし、OK。もう一箇所ぐらいゴールできたら最高なんですけどね。はい、広島遠い。はい、買い占めはできました。まあ無理だね。場所替え6進める。まあただここは青ゾーンなんで、ゆかり青ゾーンなんで、それをうまく生かしたいところですが、生かせねえな。横浜とか今さら買えないしね、精神だから。なんかうまいことタックが起きてるわけでもない。なんかここさ1,2,3,4,5 違うか。うん、場所替えして6とか進んでみたいな。うん、違う、ダメや。むずいな。結局次止まりたいのが、まあゆかりの地ブルーがうまく絡むんだったら、まあそこを狙いたいなーって感じなんで、これ狙いたいんですよね、少し先のって考えると、まあ守備で終わっといた方がまあ広いかなーって感じはしますね。
広そうな方にしとくか。うん。で、うほ。これは完全に狙い通り来たけど。ただ筋力がいるかって言われると全然いらないんですよね。まあ、海岸2回分をポイントにしてしまってはいいのかな。というところではありますが、このゴールの回数も何とも言えない感じなのかね。まあ、開眼しましょう。まあ、正直、敏将100はいらんと。まあまあ、バランス取りながらね。二刀流。いいんじゃない確定で。今回、ドエいないし。二刀流は、まあ、筋力系でもありますし、うまいですね。季節精神欲しいもんな、これ。ヒアチェンジ。まあ、筋力はとにかくいらないですね。それをもらわないようにしながらの、立ち回りになるのかね。そうですね。まあ、それをもらわないようにしながら。まあ、これでいいかな。なので。で、これ踏んで、綺麗に終われば OK と。よし。まあ、なんとかまとめたかなって感じの。おせー。おせー。それ、もうちょっと早かったら、うまくいってたわ。っていうか、デートが怪しいか。デート一回しましょうか。まあ、来る可能性も全然大いにあるんですけど。コツ足んねえ。いや、コツ足んないっすね。で、デートします。一回。なんでいいよね。筋力使わずになんかうまくさばきてえなぁ。そんなこと無理だもんね。そんなことは、まあ、できそうにないですね。投資。左。打たれ。うん、ないですね。順応。前提。まあ、変化球はもう一個通るんでしょうけど、ちょっと筋力を使わずにっていうのは無理な話だ。変化でいっか。うん、ちょっと筋力を使わずにはちょっと無理だな。あー、むずい。これで。で、サクル。で、まあ、尻上がり、一鉄も残ってんのか。まあ、これでいきますか。はい、勝てました。OK ですね。次、行きましょう。104すごい。めちゃくちゃ入ってくるな。体力は回復できない。まあ、この内容だったら正直デートで回復しながらなんかもらう感じでいいですね。うん。全然これで OK。で、おー、まあまあまあ。やっぱ筋力が一番いらねえな。筋力はまあ明らかに必要ない感じですね。連続吸収。はい、まあ、うまくバランス取れると思うけどな。うん、いきますか。はい、勝てました。 OK ですね。よしよしよし。試合経験点えぐいな。ポイント一番もらえそうなところでだとこの辺かな。はい、さあ、バチバチっと振って、いや、まあ、休んでもよかったかな。まあ、いいでしょ。
さて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 、尻上がり、通り、変化球、対抗心、制圧度、セットル、守り。はい、行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。さあ、最終戦行きましょう。残り4ずつしか入んなかった。これ、投資欲しいな、35だけど。まあ、守備が一番、怪我した時のリスクが少ないので、守備に行きたいと思います。はい、OK、ナイス。えらいな。海岸にポイント使えるからね、結局。結構大きいよね。で、コツなんですけど、根性、まあ、変化球対抗してもいいかな。根性と全開はいいかな。で、いっか。うん。で、あとは終わってから振りましょう。はい、勝てました。ということで、まあ、なんとか終われましたというところでしたね。ただ、ちょっと途中、やっぱり、ゴールがね、飛び飛びになってしまったこともあって、なかなか経験点が伸ばしきれなかったかなという感じでしたが、どれぐらいいったんでしょう。うん。なんとか415811出てますね。もう悪くはないですよね。はい。ということで、振りましょう。はい。ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15段ですね。16段か。で、ハイスピンジャイロ海岸でゲットしてます。で、各集客が合計で63かな?はい。っていう感じですね。はい。行きましょう。はい、ということでね、ついに PD できましたね。まあ多分、今のハマり具合でこれくらいだったら、バチバチもっといけると思います。まあちょっと先発の査定ではないので、まあよりこの上っていうのはそんなに簡単ではないと思うんですけど、まあ PD1 とかね、2ぐらいだったらね、目指していけるのかなっていうふうに思うので、まあ一応僕これ初めて D 以上作った、ピッチャーになりました。まあもっとやれよっていう話なんですけどね、そもそもね。はい。で、行きまして、中継ぎエース、誕生ということで、一気にね、さて、上がりました。めちゃくちゃ上がりました、むしろ。これ、チームランク更新してそうな雰囲気ありますけど、まあまあ、とりあえずはね、こんな感じで伸ばしてはいけるのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、ハイスコアはやっぱり 43,815 とかで、まあ、こう、出してる方は5万とか行く方もいるみたいです。まあ、超少数ですけど、だから、なんか、その辺を目指す、まあ、45,000ぐらいをね、ちょっとね、目指して頑張って、こう、先発陣もね、整えていけたらいいのかな、というふうに思ってます。まあ、結構、個人的には PD で並べれば、中継ぎ抑えは十分だと思っているので、あとはね、先発で、一人エースをね、しっかりとした、ピッチャー作れたらいいかなってところで頑張っていきたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。